TTP をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。公認会計整理士の深めです。ありがとうございます。あ、岡本さん紹介いいですか。公認会計整理士の岡本でございます。おなじみの岡本先生です。はい、で、前回引き続きですね、カブトムシゆかりさん。はい。登場していただいております、はい、で、本日お悩みがあるんですかね。悩み、そうですね、はい、今回あれいきなり聞いていくスタイル。そうですね、違うんですね。最近ですね、はい、まあ、最近って去年なんですけど、はい、まあ、芸能事務所に所属してたんですけど、はい、もう退社しまして、なるほど、フリーランスでやって1年経つんですけれども、はい、やっぱり1年経つと、まあ、お金の話とか税金の話とか、ね、確定申告もやり方が変わってきて、いろいろ悩みを抱えているので、うん、まあ、ちょっとエキスパートが両サイドに、ね、来ていただいているので、そうですよね、1年も経つと税金の話もね、出てきますからね、はい、まだね、事務所に所属されるのとフリーランスでやるのってやっぱり全然やることが違いって気もすんで、そうですね、もともと歩合制だったので、事務所の時は白色でやってたんですけど、あ、そうですね、今なんか青にしてからもうひっちゃかめっちゃか分かんなくなって、ひっちゃかめっちゃかですよね、それはね、それが多い、青になったらひっちゃかめっちゃかですね、はい、白色と青色でね、はい、種類も違いますからね、全然違いますね、はい、去年事務所の分とフリーになった分がかぶっちゃってて、はい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 、そこもちょっと何のこっちゃみたいな、ね、去年の分は無事今年、はい、終わりました、されたんですね、はい、うん、なるほど。辞めた1年目とかっていうのが、うん、やっぱこうね、会社員の時と、はい、個人事業の時と、はい、かぶっちゃったりするんで、かぶってましたね、そこが結構ね、仕事困ったりしますよね、はい、そうなんです、はい、なんか前は源泉報酬表って会社から、はい、1回で来たんですけど、うん、今度って何社も代理店さんを関わってるんで、そうですね、はい、これ届かない時とかもあったりして、はいはい、なるほどなるほど、ないまま出るっては良くないんですよね、まあ、そうですね、で会社がなくなっちゃってたりとか、あ、潰れてて、はい、っていうのもあったりとかして、なるほど、はい、今年ってそういうのはどういう風に管理されてるんですか。今年は特に税理士さんにお任せはしてなくて、あ、そうですね、はい、自分でやられてるんです。自分でやってて、青色申告会っていうのに、はい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 、入った方がいいって、ね、税務署のおじさんに勧められたんですけど、はいはいはい、それはそれで合ってました。まあ、でも何か分かってないんですよ、およしとりあえず入れと言われて、はい、こう税務署ではないんですけど、うん、こうちゃんと申告しましょうみたいな、組合みたいな、あ、組合なんですね、組合か分かんない、うちのようなもの、そうですね、はい、でも結構自分でされる方って珍しいですかね、うん、うん、そうですね、結構ある程度知識がないとね、はい、ちょっと難しいと思うんですけど、すごい仕事が特殊というか、今主にパチンコのアレットみたいな感じでやってるの で、ね、なんかパチンコのお仕事って、はい、まあ、そのギャラがあったとしても、はい、自腹の実践とかがあるんですよ、収録も来店も、はい、でもその時ってすごい使っちゃったりとかするんですね、そうですね、で仕事に行ってるのにマイナスになって帰ったりとかするので、だからそういう面でどこかその節税というか、そうそう、何かがあるのか、まあ、それどこまで経費にできるのかっていうところですかね、はい、もう年間でいうとマイナス70とか80までの負けがいくので、はいはいはい、はい、どうしようかなって思って、帰ってきたお金もどうしたらいいかっていうところですよね、はい、でもその辺はもう岡本先生ここなんで、丸投げ、はい、丸投げじゃないですけど、もうパチンコ関係やってくれないですか、パチンコのこととか、はい、じゃあパチンコ岡本さんにしたいんですけど、パチンコまず自腹なんですね、こう、そうですね、出してくれるかと思ったんですけど、もうそれ込みでこれで、はい、込み込みでやるんですね、はい、もうあとは買ってくださいみたいな感じで、こう、いってらっしゃいみたいな感じで、あ、そうなんですね、ギャンブルもやりつつ仕事もみたいな、そうなんですよ、あれ打ちながら解決してるんですか。打ちながら私はできないんですけど、はい、他のなんかそのライターさんっていう方は解説やったりしてますね、私はもう本当にリアクションだけです。あ、もうリアクションだけなんですね。でもそれが素晴らしいです。でも今回のカブちゃんのケースで言うと、はい、お金ももらえて、うん、その仕事で行ってるわけじゃないですか。うち、ん、に行ってるわけなんで、はい、それはもう事業としてやってると思うんですよね。はい、はい。そうすると、それ自体事業売り上げなんで、うん、そこで発生する支払いっていうか、うん、その使ったお金も含めて、そこは経費に入れちゃっていいと思うんですよ。こうもちろん自分で行って仕事でやってなくて、普通に売ったのはダメですけど、うん、
仕事で行ってる分に関しては経費で、経費でいいんじゃないかなと。じゃあそれも申告してみればいけちゃう、うん、もうそこを自分の中でちゃんとロジックを持っといて、うん、あくまでこれはもう仕事の分ですって言って、うん、そこの売上と経費をガチャンコガチャンコして、うん、稼いだ分だけかかるってわけじゃなくて、うん、使った分もちゃんと引いて申告できるよっていう。そうですね、それがすごいありがたいです、はい、入っても出てるからマイナスの日もあるのに、うん、入ってる分はあることになっちゃってるので、はいはい、さらにね、マイナスになって税金もマイナスになったら、うん、そうなんですよ、困ってしまうので。でもなんかああいうパチンコとかカジノとかって領収書みたいなのないじゃないですか、うんうん、はい、ひたすらこうお金入れていくだけなので、うん、実際何本使ったかとか、うん、何本買ったかって、はい、結構把握難しいですよね、うん、仕事の日は、はい、一応去年からか申告できるといいなって思って、うん、店舗と代理と額は入れてはいるんですけど、何も書いてるんですよ、何も書いてます。これ売ったっていう代理を、これを見てこれを負けるかもう打ちたくないなみたいな。素晴らしいですよ。それだったら勝っていきそうですね。逆にちゃんとそうですね、この代理勝てるみたいなね、勝ちたいんですけど、もはやもうパチコロの世界やってきましたね、そうなってくると。でもプラスに、ね、なればいいんですけど、やっぱもう大きくマイナスになってしまうので、うん、なるほどね。まあでもあれですよね、結論としては、まあ、事業でやられてるんで、うん、まあ、投資金額も含め、はい、まあ、それは経費にできますし、まあ、返ってきたお金は、まあ、売上として計上しましょうということですかね、うん、はい、そうですね、はい、まあ、さっきの補足ですけど、ちゃんとしたその記録が、まあ、はい、あって、もうそれでちゃんと経費とか売上とか認識してれば、うん、もうそこはもう問題ないかなと思います、うん、そうですね、ちゃんと売上も認識してたらね、経費として落としてもいいかなっていうところです。そうですよね。で、あとその、まあ、パチンコ屋独自3点方式みたいな、うん、はいはいはい、あるじゃないですか。ありますね、あれ独自ですね。独自ですね。はい、ギャンブルだとダメだから、うん、一応そのまあ景品の手で、はい、こう近くになんか古物商みたいな人がいて、うん、なんかこう、はい、お金に換えられるみたいな、はい、ただまあそれ結局交換してお金してるわけなんで、うん、変えたお金、はい、5円分がやっぱりこう売り上げになるんですね、なるのかなと思うんですね。うまくこう伸ばれてるような形で売上申告しないで経費だけ入れちゃうと、そこはちょっと怒られるなっていう。ゆくゆく危ない、ゆくゆく多分そうです、何年か後に。危ないところでした。よかったです、よかったです、はい、この相談室が解決してよかったです、はいはい、ありがとうございます。深見先生と八門先生、八門先生、八門みたいな。そうですね、はい、本日久しぶりじゃないですか。久しぶりのコラボなんですけど。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、お悩み解決できました。解決できました。いけるのかいけないのかが分からなかったので、はい、その経費として、はいはい、まあ、もう一回結論だけ言いますと、まあ、パチンコで投資した費用、はい、お金は経費として認められると、まあ、その代わりちゃんと売り上げもちゃんと認識しましょうというところですね、はい、まあ、事業としての場合は、はい、そうですね、まあ、趣味はね、もう、はい、プライベートでやってくださいって話したそうですね、それで安心してぶっ込めますね、大丈夫です。そうです、頑張ったです、はい、もうどんどん投資してください。はい、頑張ってやってみます、はいはい、では本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。 KTV では今後も税金、ビジネスに関する面白い話を配信していきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。